この2戦目何としても取りたい先制点。低めをつけてレフトの前、セカンドランナー大城は三塁を蹴った、三塁を蹴った、ボールが返ってきてアウトです。カープの連携がここは勝りました。もう一度坂倉はインコース、これも弾き返した、左中間、今度は三塁を蹴った、三塁を蹴った、ボールは返ってきません。正真正銘のタイムリーヒット、待望の1点、先制点がジャイアンツに入りました。モンテス2打席連続ヒット。野村さん、何か先ほどのタイムリーを打ち直したようなそんな打席になりました。そうですね、今のはもう完全な失投ですよね。失投ですか。だから先ほどはツーシームがね、はい、要するにあのストレート系が対して振り送るさせようと思って投げたストレートだと思うんですけども、やっぱコースがちょっと甘かった分だけね、詰まったんですけどもタイムリーになりましたよね。